皆さんこんにちは、崩壊スターレールサム役の笠間純です。あ、サムの好きなところ、あー、いろいろありますけど、やっぱり見た目と必殺技ってか技、いや、あれはね、やっぱあのかっこいい見た目と、でそこから繰り出されるね、あの炎を使った、もうまさにっていう感じのあの必殺技の数々、技の数々っていうのは、まあ本当に演出的な意味でも、そしてまあ細かいデザイン的な意味でも、まさにこう全人類の心をくすぐってしまうんじゃないかっていうふうにね、思いますので、やっぱ好きなところと言われればそこかなっていうところはありますね。まあ彼自身のね、そのあり方とか設定とかっていう意味でもそうですけど、そんな彼がね、あの見た目であのかっこいい技の数々を繰り出してるっていうのは、もうめちゃくちゃ心くすぐられるところだと思います。最初の印象通り、なんかやっぱちょっと謎めいてるところもありつつも、やっぱこの敬語で話すあの機械感っていうところも含めて、まあかなりかっこいいキャラクターで、まああとはね、やっぱりサムはかっこいいとか強そうっていうのがやっぱり第一印象ですかね。まあ、なんかその印象の通りではあるんですけど、意外だなって思ったのは、普通は装甲とか、まあいうこうがっしりしたキャラクターって、こう拳とかキックとか、こう物理的に自分の肉体でこう攻撃するイメージがあるんですけど、意外と双剣とか使ってたりとか、こうで敵を攻撃してたりするっていうのが結構私の中では意外で驚きましたね。まあ、あとサムもなんか、あの普段はまあ先ほどお話しした通り、あの別々で収録自体は撮ってるんですけど、ホタルの実装の時のボイスだったりとかで、たまにサムの声を聞きながら一緒に撮るセリフがあったりとかするんですね。でその時にもう笠間さんのそのサムのボイス聞いてるだけで、私としてはすごく安心感というか、それこそ引っ張ってくれてるような感じがすごく演じてる時にあって、もうその通りのボイスというか、頼れる優しく強くみたいなところをすごく感じていて、なのでそこでこう声を合わせて一緒に撮れたっていうのはすごく思い出深いというか、楽しかったなっていう印象があります。やっぱりサムもすごく魅力的なキャラクターだなと思いますね。サムのあのセリフですか、衝動作戦実行。サムとして自撮りしてもいいんですか。あー、本当にありがとうございます。じゃあというわけで、じゃあサムバージョンを皆さんにお聞きいただければと思いますよ。少々お待ちください、準備しますので。では撮りましょう。1、2、チーズ。この夢の地で何か忘れられない収穫はあった。請求列車の旅はまだまだ続きます。以上、ホタル役楠木智とサム役の笠間純でした。